パイオニア2号は月及び地球と月の間の空間の観測を目的とした3機のエーブル探査機のうち最後のものである。1958年11月8日7時30分の打ち上げ直後、打ち上げ機の第3ステージが分離したものの点火に失敗し、パイオニア2号は意図された月軌道に到達することができなかった。探査機は アフリカ北西部の北緯28.7度統計1.9度の位置で大気圏再突入する前に最高高度 1550km に達した。短い飛行中に地球の赤道の周りには考えられていたよりも高いエネルギー放射があることや地球の周りの流星陣の密度が宇宙空間よりも大きいことの証拠を示す少量のデータが得られた。パイオニア2号は パイオニア1号とほぼ同じ構造で、薄い円筒の中央部の両端に円錐台が接続した形をしている。円筒の直径は 74cm、全体の高さは 76cm である。探査機の軸に沿って、底部から 11kg の固体推進ロケットが突き出ていた。8つの小さな速度調整ロケットが反対側に艦上に取り付けられ、使用後には、 投機できるようになっていた。また次期ダイボールアンテナも同じ場所に取り付けられた。殻は薄板状プラスチック製であった。バーニアが分離された後、ロケットの点火前の合計質量は 39.5kg であった。化学機器の質量は 15.6kg で、STL テレビシステム、放射ピレー計数機、電離箱、流星人を検出する振動板、マイクロフォン、 ゴーミューガウスまでの磁場を測定する磁気センサー、探査機内部の状態を記録する温度変化レジスタ等があった。ロケットの点火用にはニッケルカドミウム電池、テレビシステム用には酸化銀電池、残りの回路には水銀電池が用いられた。電波伝送は108.06メガヘルツ帯で、テレビシステム用には磁気ダイポールアンテナが用いられた。地上の完成は 115MHz で受信した。探査機は 1.8RPS のスピン安定性を持ち、スピンの方向はおおよそ軌道の地磁気面に垂直の方向とされた。ありがとうございます。